ヒカキン TV Everyday。 ブンガロ YouTube。 どうもヒカキンです。 Twitter でファンの方から教えていただき、速攻成分直行しました。ヒキンのアイスの子供企画。じゃじゃん、セブン&アイゴールド金のアイス濃厚生チョコ。バニラアイスを濃厚な生チョコで包みました。2個入りですね。こんな感じですね。198円だからいい値段だよね。その餅に包まれてるんじゃなくて生チョコと、これは食べる前からわかるけど絶対美味しいと思う。わっ、いやこんな感じですね。なんかこれロボットの顔みたいだな。私はロボットだ。にぃにぃにぃ。はい、ここにこれ入ってますね。プス。お、くっついてないね。舌がくっついてなくて。結構こう、ココアパウダーみたいなのまぶしてありますね。いただきます。めっちゃ生ですね。あの、溶けたチョコだよ、ほんとに。くにゃって歯が入っていくね。クリスマス一人でもこれ食べれれば幸せだってぐらいうまいですね。文句のつけどころゼロですね。あの、以前食べたセブンの金のチョコバーと一緒で、中のバニラアイスのね、主張はね、ないですね。全然そんな特徴的な味じゃないんだけども、チョコを引き立てるために、あえて主張させてないんだろうと思うんですけど、もうチョコが本当に美味しい。ね、でも、冷凍してあるとはいえ、こんなに柔らかいチョコレートが、こう容器にはっつかないのがすごい、技術が。まあ、パウダー振ってあるんだろうけど、貼り付いたらこれ悲惨なことになるけど、すげえ何も貼り付いてなかったんで、これアイス界に激震が走るんじゃないかと、それくらい美味しかったです。ブンブン、トゥデイズヒカキンズポイント100。まあ食べる前は198円でちょっと高いから、まあ美味しくても95点くらいかなとそんな予想をしてたんですが、198円を余裕で納得させる味でした。ぜひお試しあれ。バイ。僕のゲーム実況のチャンネルヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます